全国のスプラトゥーンファンの皆さん、スプラッパギーどうもちはやです。スプラトゥーン2の実況やっていきたいと思います。スプラトゥーン1をやってた方にとっては胸アツの BGM なんじゃないかな、とともに裏ボス、ラスボス戦だしね、これがね。ちょっと戦ってみたんだけどさ、このイカちゃんやたら強くねっすか。なんか変なスライドみたいなやつやってくるんだよな。マニューバーとはまた違うスライドだから。しかもスペシャル使いまくるし、ロボボム放ってくるし、エイムいいし、死ぬ。めっちゃ強いんすよ。ずるいよね、こんなにスペシャル使われたら勝てねっつうのは普通に。ロボボムが厄介なんだよな。ジェッパ、着地替えできるかな。ダメージ入ったね、でも。回復されたか。うん、さあ、それずるいよ。急にメイド前からいなくなるの。今のうちに塗り広げとくか。基本的に動き回ってないとダメだな。死ぬ死ぬ。ドン。ん？どこ行った？ずるい、その消えるやつ。しかも回復するしね、ちゃんと。こりょうせ。あぶねえ。つえーよー。今度上から着地があって。うん、泡使ってくんのか。いや、あぶねえ。今泡爆発したよね。しようとしたよね。CPU つえーよー。俺素人には厳しいよ。頼むよ。ちょっと待って、ご了承。え、そのさ、スライドずれ、そのスライドずれ。死ね。あぶねえ。泡残るか、やっぱりそうだよな。なんだ。あー、着地くんのか。今度は何？あれか。連続ロボボムか。ちょ、その意味不明スライド超強い。急に姿くらますもんな。そのマントだろ。マントにエンチャントされてんだよ、間違いねえよ。絶対エンチャント、アーティファクトだろ。あんなそこ入れ、いや、ロボブームがやばい。あー、大丈夫、横塗っといたからなんとか耐え切ったけど、ボムで先制できないかな。オッケー。逆にロボブーム投げてる時がチャンスなんだな、これ。ん？なんだ、今度マルチミサイルか。とりあえずロボボムを終えさせて、あー移動すんのか。でもちゃんと上から出してくるかな。やりづれえな。ダメージは入るっぽいな。丸ミサ死ぬ。あぶね。さっきのボムでやれてねえか。回復してんな、じわじわ回復してんな。オッケー、倒したくさくね。ウェイ、いつともね。オッケーオッケー、勝ったっぽいぞ。ちょ待って、どうせ着地だと思ったわ、知ってた。ん？また着地？あ、ちょっと待って。死ぬ。危ねえ、耐えた。で、一旦回復するね。オッケー。あー、ボムの動きが弱かったな。あ、また入ってないか。ダメージ入ってないな。やばい、塗られる。あー、また着地3連か。ここ？オッケー、ご了承。さあ、これあれだな。心の中の3号。これはボムだね。ボムがポイントですね。普通に打ち合いだと負けそう。苦しそう、これ。ワンチャンオンラインで戦う人より強いまであるよ、これ。心の中のヒーローを倒した。真の生かしたタコになった気がする。おー、何に使うんだろう。頭に刺して自慢しよう。刺せるのか。電車に戻って、ここに、あれがないですね。宝物がないですね。宝物？アイテムボックスみたいなやつがいつもあるんですけど。あ！もう勝手に手に入りましたね。おー！あ、これさ、ワンのキャラクターがこんな感じのかんざしつけてなかった。和服のあの子が。
多分それかな。一応この辺がオクトで手に入ったやつですね。ニューって出てるやつがそうだよね。これで全部揃ったかな ?3、6。服が5かな。で、靴が5かな、ね、多分555で、かんざしプラス1なんで、多分全部揃ったと思うんだけどな。やった。かんざしゲットした。スペゾーなのか。使えそうだな。また1.3作るか。あ、じゃあ。あ、これすごいな。これは可愛いですね。欲しいな。これはあれだね。当たり目さんがつけてたやつだね。一緒。逃走中始まりそう。あ、これも可愛いですね。いいですね。メトロボー。いいね。お、かっけえ。まるで騎士のようなアーマーですね。レプリカだけどかっこいいな。これは?おー、あれだね。セクシーな感じの。タコゾネスがつけてるプロテクターか。なるほど。はは。いいな。これは?あ、これあれですね。当たり目さんのジャージだね。これが?これは普通にタンクトップだね。で、これ、あ、いいですね。タコの、こういうのなんて言うんでしたっけ?フェイクっていうのかな?内側に入ってるやつ。いいよね、これもね。で、靴。靴は靴だね。まあ、そりゃそうだろうな。イカスミ、ネルブーツ。あ、待って、ネルシリーズっていうのがあるんじゃね?おー、整った。おー、かっこいいのか?謎だな。んじゃあ、これが当たり目さん、当たり目さんが、これかな?あ、違うね、こっちはね、グランパーだね。当たり目さんが、じゃなくて、例えばイカちゃんとかタコちゃんが身につけると、やっぱりなんか様になりますよね。ちょっとおしゃれに見えるもん。タコゾネスシリーズをつけると多分セクシーな感じなのかな。タコゾネスです。おお逃走中出てきそう。いいですね、これね。幅が広がりそうですね、またね。で、メトロシリーズってのもあんのかな。あ、メトロシリーズはないっぽいかな。そうですね。この辺は普通に靴なんですね。あ、でもこの靴いいな。ちょっとソール高めかな。いい靴ですね。はい、装備品も紹介もまあこんな感じですかね。簡単な装備品の紹介と、あとラスボス戦も終わって、まだちょっと時間が余ってるので、何かで遊びたいなと思います。なんか難しめのやつあったんだよな。北斎と、あー、これ、あ、違うな。北斎とパブロと、あとカーボンローラーのやつなんだけど、そこが手間取った。これだ、これだ、これ。これの、パブロと北斎はめっちゃ簡単なんだけど、カーボンローラーがすごい難しかったんだよ。今でも何回か失敗しちゃいそうだけど、早速遊んでいきましょう。ほっ、あー、早くミスったわ。1回の攻撃で2つ壊していかないと結構割に合わないっていうか、時間が間に合わなくなるんで。出た、おいーよいしょ。あー、そうだ、ジャンプ押さないとダメなんだった。この内側ひねりがねー。あー、ロッサロッサロッサ。これからの、間に合わないか。惜しい。こういうアクション系はもうマリオメーカーでやり直れてるけど、それでもやっぱり難しいのは難しいよな。ほいからの、はい、ナイス盾。これ結構早い。この後次第ではいける。ほっ、早いよ、いいよ。この辺ミスりたくない。いける、間に合う。あぶねえ、ギリギリセーフ。よっしゃー。D の07 のカーボンローラーマジむずい。
これもね、結構難しくて、てか楽しくて。オッケー、一発クリアした。結構これも時間取られたんだよな。バツチ群液 D の02ですね。これも結構楽しいけど難しいみたいな。今度スコープでやってみましょうか。下のやつが一旦左に行ってから右に帰ってくる時のちょうど真ん中くらいに来た時なんだけど、まあ見ての通りね、残るんだよね。スコープだから余計やりづらいな。狙いはこの辺かな。お、来たでしょ。何？残るよね。そうだよね。ちょっと撃つのが遅いのかな。場所は合ってるけどちょっと撃つのが遅いってことはね。あー、今度右残ったか。早すぎたんですね、撃つのが。ドンドンドン、オッケー。微調整して微調整してだね、これはね。動画最後まで見てくれてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。せーの、まめみー。